はい、皆さんこんにちは。ただいま札幌駅に来ております。今日はこれからアナクラウンプラザホテル札幌に宿泊します。今回はホテルの宿泊の様子、それから周辺のグルメの様子などをお届けしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ホテルは札幌駅が最寄りです。札幌駅からは徒歩7分です。少し歩きますけれども、札幌駅が最寄りですので抜群の立地であることに間違いありません。こちらは駅前すすきの方面にまっすぐ伸びる道路です。札幌は計画的に街が作られていますので歩きやすいです。また今回は通りませんが、札幌からすすきのまでは地下通路が伸びていますので、雨の日や雪の日でも安心です。しばらく歩いていますと、あ、見えてきましたね。これがちょっとズームしてみましょうか。これですね、アナクラウンプラザと書かれています。これが今回宿泊するホテルです。札幌駅地下の高層ホテルです。高いですね。そして1階にはセイコーマートが入っています。北海道らしさ全開ですね。ホテル入りました。こちらが1階部分です。フロントは2階にあります。チェックインを済ませまして客室へ。では客室の中を見て回りましょう。クローゼットはややコンパクトな感じです。右側に置いてあるズボンプレッサーをどかせばもう少しゆとりが出てくるかと思います。デスクは横長です。この客室はもともとコンフォートダブルで予約していたんですけれども、デラックスダブルに当日アップグレードしてもらっています。こちらテレビ、今回は1回も使いませんでした。そして冷蔵庫は窓側にあります。中身は空っぽ。そういえば引き出しネタをやり忘れていました。クローゼット下、これは金庫です。そしてその下はパジャマが入ってます。一番下はこれだけ。今度はデスクの引き出しです。LANケーブルが入ってますね。あとはテレビとかインターネットの取説ですね。今度はテレビ下の引き出し、空っぽ、空っぽ。ここは開かないのかな。ここは開かないみたいです。さあこっちはお茶セットが入ってますね。インスタントコーヒーとか紅茶も入ってるみたいです。今度はバスルームです。ユニットバスになっています。こちらが浴槽です。シャワーと一体型です。こちらがアメニティです。続きましてホテルからの眺望を見ていきましょう。東向きの眺望です。残念ながらテレビ塔とか札幌らしいものは見えません。すぐ下を道路が走ってますけれども、札幌の道路はやっぱり広くてまっすぐですね。車線も多いです。天気が曇りがちですのであまり遠くは見えませんね。札幌ビルの煙突が見えますけれども、このかまぼこのような建物は札幌ファクトリーです。複合型商業施設です。こちらには線路が見えました。列車が走っています。日付変わりまして、これから食事に行こうと思いますけれども、今ホテルの前に来ております。
回泊まった客室はこちら向きの窓でした。ご覧の通りテレビ塔も見えます。創世川という川が流れておりまして、この川沿いを歩いたり休憩したりすることができます。緑も豊富です。こちら国道5号の終点となっています。国道5号というのは函館と札幌の間を結ぶ国道です。一方同じ交差点ですが、こちら国道12号です。今度は札幌と旭川を結ぶ国道、いずれも主要都市間を結ぶ幹線道路です。ここから地下鉄東西線に乗ります。あ、ちょうど電車が入ってきました。この列車で24軒という駅まで行きます。24軒の駅で降りました。ここでは女性専用車両のことを女性と子供の安心車両というみたいです。まあ、一般の女性専用車両でも小学生以下の男の子は乗れる場合多いですけれども、それをより明確にした名称といえるでしょう。平日の朝のみの運用です。中身は女性専用車両とほとんど同じですね。中央卸売市場はここから歩いていきます。こちらの場外市場の方にこれから行きたいと思います。ここでお昼ご飯です。今日はすっきり晴れていて歩きやすいです。はい、到着です。海鮮の店がたくさん並んでいます。海鮮だけじゃなくてメロンも売られてるんですよね。北海道だから送れる本物があります。高品質海産物専門店。さて、こちらの店に入ることにしました。ホッケ定食と、あとはこの左下の握り4貫マグロの、これを頼むことにしました。本マグロです。それから北海道といえばホッケです。大きいですね。ご飯と味噌汁と、あとは残機もついてきました。ホッケは脂が乗ってて美味しかったです。では客室に戻ってまいりました。この日は天気が良かったので遠くが少し見えましたね。札幌の周辺、都市部の周辺には緑が広がっています。山も見えます。それでは今回はアナクラウンプラザホテル札幌に宿泊しました。動画の後半では中央卸売市場の場外市場に行ってきました。今回の動画はこれで終わりとします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。